この写真、堀さんでございます。堀さん、ありがとうございます。すごいフェンス越しにめっちゃ撮りに行った感じがありますね。いいですね、うん。田川清隆さんも投稿しました。撮りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。お、ああ、そうですね。これが東武の GTO のやつ、ネクストさんです。八王子にて。すごいなんかこれ半蔵門が好きそうな感じで。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、これが水島ひかるさん。水島さん、四国の方ですかね、これ。これ、綺麗だね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。映画 R.F&P さんです。R.F&P さん。大阪メトロですね、こちら。すれ違いに撮った感じ。今みんなこの顔なんでしょ？新しくなっちゃったんだよね、うんうんうん、車両ね。あ、ポートラインの方。新交通、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにみんな大阪メトロって大阪メトロって漢字で書く？それともちゃんと正しい表記のページで書く？でも鉄道ファン慶心さんは漢字で書くでしょ？これめんどくさい表記だよね、大阪メトロってね。正式に書くとアルファベットになりますよね。アルファだよね。お、次は？では丸の内線。これ珍しい写真ですよ。てっちゃんさん。てっちゃん、さすが撮りましたね、後楽園。面白いですね、2つの違う路線がこうやって並んでるっていうのが。銀座線、丸の内線で。これ皆さん知ってます、右が珍しいんですよ、うん、右の銀座線の電車が丸の内線を走ってるっていう例ですね。なんでそういう状況なんですか？ね、多分工場に行くんですかね、うん、この後中野に行くんじゃないですか、これ。なるほど、皆さん、これは多分面白い絵だと思いますけど、僕はこの手前にある絶叫コースターのが興味ありますよね。ラクーアのね、ジェットコースター。東京ドームの話今してます ね、ここ多分ね、ここに立ったとギャーっていう声聞こえるんですよ、絶叫が。またやっちゃいましたね、すいません。またやっちゃいました、すいませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、前木健スタジオです。前木さん、動画が来てますね。前木さんの漢字書きだよな。そう、普通大阪メトロからの特徴だよな。ケープーさんもね。レイムさん、珍しいね。あれです、レイムさん。レイムさんってあんま見ないですね。うんうん。ケタホフさん、後楽園駅。みんなでも大阪メトロは漢字カタカナですね。あれだよね。お、発車した。シェルンさんも大阪メトロみたいな感じだよな。鶴舞線 GTO と久しぶりさん。ああ。いいですね。ああ、来た。それ違い来た。特別車乗りてぇな。いいっすね。ありがとうございます。編成2勝、うん、続いて、つくばエクスプレスを愛する人さん。つくばエクスプレスを愛する人さん、すごいド直球なネーミング。いい絵だな、これ。シュールっていうか、いい絵ですね。なんか手振ってるっぽい人がいる。これね、結構ね、職務質問とか結構まあ捕まる派なんだけど、俺もう普通にあそこにサッカーボールあって、少年とあったらブラジル人とか知ってる？あそこにボールあったらもう普通にボール蹴りいっちゃうんだよ、うん、走っちゃうのね、うん、俺もなんかね、一緒に遊びたくなっちゃうもん、あの少年たちと。
え、で今職務質問は何か関係あるんですか？職質ね、多いんですよ俺、まあ、すみません、そうですね、すみません。つくばエクスプレスさん、愛する人さん、ありがとうございます。綺麗綺麗、天気も綺麗。これが幸之助さん、幸之助さん、懐かしいですね、このあずさ。まだ走ってるんでしたっけ？もうないです。ないですよね。三号さん、相模湖じゃないのこれ、当てずっぽで、すごいかっこよかったよね。この顔もちょっと関東独特かなって私は上京して思いました ね。この当時だよ、みんな言ってたの。これ俺らの時代これ出ると、あ、電子ジャーだっていうのね。後ろここパカッて開いて真ん中のここのね、うん、表示にあと何分で炊き上がるとか出るんじゃないとか、ピーピーって押すと炊飯器、タイガー製なんじゃないのって言ってた。タイガー魔法瓶製じゃないとかちょっと安いですね。ちょっとうるさくなってた、すいません、気をつけて。完全に解体されちゃったって書いてある。ありがとうございます。名所でしたよね、うん、カズマさん、お、なんだっけこれ、イエローハッピートレインでしたっけ、ハッピーイエロートレインでしたっけ。いつもどっちがどっちか分かんなくなります。京急西武、うん、かっこいい。関海速準急さん、281系の遥かも炊飯器と呼ばれてたとか。結構なんか今炊飯器系多いですね。じゃ、うん、上にここの上に乗務員室があるとみんな炊飯器になっちゃうんですよね。うん、ね、あ、家ハッピー、そう、田川さん書いてありますね。家ハッピーで順番覚えよう。イエローとハッピーがどっちがどっちか分かんなくなるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。ヨシーさんいいですね。これあれですよね、いつも半蔵門が反応するこの顔の横のやつですよね。プロテクターがね、うん、すごい雨めっちゃ降ってますね。ケープさんもありがとうございます。本当ティファールの電気ケトルにも見える、わかりますね。ティファール製なんだ。ティファールの製品ですよね、うん、欲しいな。電気食うけど。ケイシーさん、ズブペッキ、ちょっとあれですね、文字化けかなこれ、まあ、濡れたってことですね。命がけで撮ってくれた感じで。シュレンさん顔かっけーってけど、この23、うん、3系にかっこいい。ありがとうございます。いい車だね、うん、233です。お、だよ、これ NRT さんですかね。お、いいな、日立じゃないですか。いい車ですね。もう顔面にあそこにこう FRP の、 あの修正追加が入ってるんですね。ここに薄くこう板があったら、それあ、そうなんですか。かっこいいな。 K14 編成いいな。あ、ハッチ行ったもんね、これ乗って。あ、仙台ね、仙台から帰りに乗りましたね。すげえ、それもいいよ、羨ましいな、うん、やってみたい。ありがとうございます。これロヒミキさん、今回奥多摩号、向こうに山が見えるってことはちょっとね、山線だろうね、ちょっとね、もう山奥のね、多分、次がカナーさん、小田急来ました。なんか名鉄特急が多いけど、小田急ロマンスカーってそこまで投稿ないですね、最近ね、うん、おしゃれすぎるんじゃないの。おしゃれすぎる、最近素敵すぎる。そうですね、うん、なんかなんつうんだろう、内部情報で別に内緒じゃないからいいと思うけど、うん、なんかあさってぐらいに小田急ミュージアムが公開だったんですよね。あ、なるほど。でもで、ね、ロマンスカーミュージアムはハヤトズッキーニさん、ね、そうだよね、うん、俺ね、ロマンスカーミュージアム見に行ってくるときは必ず買ってきてくださいって言われたのは、かみさんに、うんうん、湘南ゴールドってみんな知ってる。湘南ゴールドはっち知ってる、柑橘類ですか。そう、こんなちっちゃいね、うん、柚子みたいでこう食えるの、うん、あの、うん、藤沢ぐらいのあたりの有名なあのブランド柑橘なんだけど、うん、絶対買ってこいって言われて。美味しいですよ。ロマンスミュージアムに売ってるんですか。近くの絶対、あ、遠征、そのあたりに売ってるってこと。なるほど、エビナのね、うん、イオンエビナとか、うん、いい車ですね。ありがとうございます。慎太郎さん、あ、ま、小田急2連続できましたね、偶然。素晴らしいですね。
なんで赤いんですか、小田急なのに。ねえ、これ箱根東南鉄道のイメージじゃなかったでしたっけ。あ、なるほど、ね、小田急だ。ありがとうございます。鉄道大好きさん、動画びっくりした。この写真だけでなんか場所特定せよって気づくと思った。鉄道大好きの時間がやってみましょう。どうも。あ、わかった、わかったけどこれ答えるとダメだから、あらー、なにこれ、きゃー綺麗、あらららら、すごい、動画で撮った人いたんだ。うわ、すげえじゃんこれ。九州のこれ。そう、この間九州新幹線が開業10周年を記念してイベントでこういう感じで、そう、流れ星新幹線ってみんなコメント来てますよね。ズッキーニさんとか橋の上に止めて、その車両の窓からこう光とか出したりとか演出してましたね。確かに綺麗。うわ、すげえ綺麗じゃん。ゆいとさんもかっこいいなって言ってるじゃない。ホームボタンさん、ここに出たのプール PLED が借り方。あ、そういうの。ジンさん、初めて見た。鉄オタ第二世生さん、ライトが。ケタホスさん。え、N ゲージで今の出るらしいですね。マジで、ケタホスさん。次がどこがそんな製品化するんだろう。武蔵急行電鉄さんですかね、これ。所沢と秋津の間。所沢だよね、これね。所沢入線前だね。いい顔してますね。好きですよね、これ。いいっすね。端正なこのオフセットのね。あ、区間快速人球さんがこういうの出てくると半蔵も反応しそうと。来ますね、やっぱね。区間さん来ますよ、俺。あそこの右の縦の窓はじゃあいるんかって感じの、なんかいろいろ話すじゃないですか。この細いやつですよね。貫通扉に窓つけねえとか、うんうんうん、いい話ですね。いい時代ですね、こういうのね。ありがとうございます。ありがとうございます。お、黒色さん、また、また半蔵門系の写真ですね、こちらも。また上手に撮るな、本当に。めっちゃ積んでますね。ねえ、本当ですね、うん。これ広島行進局、行進職じゃないもんね。これどこだろう、最後の色だね。これ多分この後国鉄色に戻すんじゃないかな。1046ってもう廃車。関西か武蔵野線っぽいって広崎さんコメント来てますね。武蔵線っぽいっすよな、うん、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいですね。あ、懐かしいな、懐かしいなって別になんか思い出あるわけじゃないですけど、修吾さんだ。この車も速くてかっこいいよね。京都から地図級の方入っていきますね。ホット線だっけ。そう、スーパーハクト、旅これで鳥取とか行ったら楽しいよね、うんうん。姫路ぐらいまで下に行くんですよね。あ、そうですよね、山陽で、うん、でそこから上上がっていきます、ね、車だな。うわー、神戸か。お、動画、これ今何番どなたですか、これ。これズッキーニさん。ズッキーニさん、この目線好きなんですよ。カメラ直置き、いいっすね、素敵。僕ね、ここにカメラ置くとね、捕まっちゃうんですよ、うん、なんか盗撮するから。ええ、お前何撮ってんだっていつも怒られちゃうんですね。2回ぐらい捕まりましたよ、僕。すごい人と私配信やってるんだなっていつも思います。すいません、すいません。あ、チンってなっとる。あ、いいっすね、あ、いいっすね、わあ、いいっすね。すごい、半蔵門が目
めっちゃもがいてます横で。本当ね、あのね、言われてるんですよ、あの皆さんからも上からもしげちゃんからも、あの興奮するなって言われて。でもね、これは興奮しちゃう。出発と同時にコンプレッサーかかっちゃうんだもん。ブーッつって。おかしいよ、うん、ありがとうございます。お、銀河、これ乗り鉄さんですかね。乗り鉄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ウエストエクスプレス銀河乗ったんでしょうか。乗ってみたいな。乗りたいけど、これ旅行商品なのでちょっと乗りづらいというか。あ、そうなの。あ、これそうなんです。また多分そのうち普通に開放するかもしれないんですけど、今確か日本旅行ですかね、やっぱそのあたりで。普通にこうやって切符券売機で 乗れない。乗れないはずです。それ勉強になる、うん、そうなんだ。そう、結構あるんですよね、乗りたいなとか思っても。あ、旅行商品みたいなの。はあ、今ちょうど昼の方ですかね、ダイヤ。うーん、ありがとうございます。あ、すごい、ペンギー鉄道員さん、モハに箱根登山鉄道のとあるツアーで撮影と。あれ、これ引退じゃなかったでしたっけ。引退、うん、もう100型全部で、ね、引退しちゃいますよね、うんうん、喫茶店とかに行っちゃったりね、うん、あ、喫茶店行くんですか。行かないです、このニュースを見てね、喫茶店に行っちゃったと。かまぼこ屋さんの喫茶店にカフェに行きましたね、一度ね。あー、なるほど、あそこのですね、うん、この車両もういないと。いないですね。あ、花ピーさん、私もツアーに参加ってことは何ですか。この動画配信見てくださってる中に方がニアミスしてるってことじゃないですか。あ、そうなんだ、うん、面白い。皆さん喋ってくださいね、社内で喋っていつも見てますよとかね。今喋り会話 しづらいですからね。半蔵も毎日うざくねとかっていう会話をちょっとしてください。ちょっと皆さんでぜひお願いします。ありがとうございます。お、黒色、これはダマさんですね、神戸線のハイレール。そうそう、延山が 1375m でしたっけ、標高。それに合わせてこの名前っていうやつで、まあ、これもさっき の, あの流れ星新幹線じゃないですけども、星空とかそっちを売りにしてる感じですよね、うん、今みんなキハ40がいろんなとこで引退するっていうけど、多分このキハ100も、ね、あと10年ぐらいしたらいなくなるとまた人気になっちゃうんでしょうね、うん、あ、でも そういう感じですよね、きっと。個人的にキハ100とか110ってなんかどこでも見るなと思って、あんまりありがたがってないんですけど、うん、引退近づくとやっぱさよならみたいになるんですかね。だってもうキハいいなんとかってね出てるし、うん、もうハイブリッドだし、うんうん、そうですね。区間快速準拠さんがですね、車内で喋ったら走行音が取れないと。なるほど。そっか、こうやってるんですね、うん、これやってるんですね。あ、こうか、こうやってるんですね、マイクをね。ありがとうございます。あ、神戸線、父親が学生の時乗ってたと。あ、さあ、すいません、はい、全部はご紹介はできないので、うん、あら、来週再来週とちょっとご紹介していこうね、はい、まだの方はだから来週再来週も見てくださいってことですね。これだけね人気殺到してるんで、皆さんすいません、本当に。すいません、ツイッターの方も